新人よく頑張ってるじゃん。パワポで資料作るの初めてで、なかなか慣れなくて。うん、ああ、でもよくできてる。うまいうまい。は？え、いや、初めてなんでしょ？まあ。うん、よくできてる。うまいうまい。なんて？え、だから、うまいって。いや、だから初めてだって言ってるじゃないですか。いや、俺はうまいって言ってるんだよ。え、どっちですか？え、何？え、どういう意味なんですか？だから、うまいはうまいだよ。本当ですか？え、何？何なの？いや、自分、京都の生活が長くて。ああ、京都出身なんだよ。いや、5年ほど京都支社にいて。あ、そうなんだ。京都だとうまいは下手くそだからやめろって意味なんです。え、ああ、あの裏言葉ってやつか。はい。うん、まあよくできてる。うまいうまい、よく勉強してる。今なんて？また京都でよう勉強してはりますなーは余計なこと言うなって意味なんですよ。いや、よう勉強してはりますなとか言ってないし、今の流れでその会社おかしいでしょ。あ、すいません、京都が長すぎて。まあまあ、そんなに根詰めないでさ、徐々に覚えていけばいいから。あ、お茶いる？お茶いるってことは帰るって意味です。え、違う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 。邪魔だから帰るって意味ですよね。え、自分のポジションが危うくなるから。家に帰って、ネットフリックスのアニメ見て、日本の映画アニメしかねえじゃんって嘆いとるって意味ですよ、ね、待て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 、なんだってアニメがなんだって。もう京都での洗脳やべえな。難しい、東京難しい。こっちのセリフだよ。お、楽しそうね。楽しそう？あ、うるさいって意味ですよ、ね、だから。いや、二人とも頑張ってるって言うからコーヒー入れてきた。おお、さっき、ありがとう。どうぞ。どういう意味ですか？何？このコーヒーはどういう意味なんですか？いや、どういうって、コーヒーはコーヒーだけど。京都だとコーヒーの差し入れはお前ら全員殺すって意味なんですけど。何言ってんのこの子。いや、もう気にしなくていいから。そうなんですよね。え、全員殺す気なんですよね。そうだ、このコーヒーには毒が入っていて、恐ろしい、東京恐ろしい。もういい加減にしろ。せっかくコーヒー入れてきてくれたのよ、お前。失礼じゃないか。すいません。ああ、うん、ありがとうね。うん、うまいよ先輩。さっきからずっと楽しそうですな。Yeah, and she rap in that coupe.